高知県立春野総合運動公園陸上競技場は高知県高知市の高知県立春野総合運動公園にある陸上競技場研究技場。施設は高知県が所有し財団法人高知県スポーツ振興財団が指定管理者として運営管理を行っている。1973年から都市計画公園事業として着手し、1987年に 開場した。会場後は1989年高校総体の主会場として使用された。その後、2002年の国民体育大会、よさこいコーチ国体の開催に合わせて、1998年度から改修を進め、中央人員を1万5000人から2万5000人へ増加させ、大型映像装置、照明設備を新設した。現在は、 日本プロサッカーリーグのキャンプ地として利用されている。また、過去は J リーグの公式戦を四国に本拠地を置く徳島ボルティス、愛媛 FC が年に1回程度を開催していた。なお J リーグ初開催時に四国地方で J リーグライセンスに基づく必須項目の J1 基準固定座席1万5000人以上収容を持つスタジアムは 東スタジアムと香川県のピカラスタジアムの2カ所しかなかったが、現在は四国各県に J1 基準を満たす競技場が1カ所ずつある。2017年11月5日には8年ぶりとなる J リーグ公式戦セレッソ大阪 U-23 がガイナーレトットリとのホームゲームが開催された。また2007年12月には高知県で 初めてのジャパンラグビートップリーグの公式戦が行われた。バックスタンドを見る、陸上競技場と球技場球技場。ありがとうございます。